井上直弥の戦績を見ると彼がまさにモンスターだということがよくわかります。ライトフライでデビューを果たした軽量級ボクサーですが 87% という信じられない KO 率を果たしています。とんでもない実績ですけれども、井上直弥の強さを完璧に知るためには実績だけではなく KO シーンも見ていかないといけません。国内で防衛戦を続けてきたこのナルバエスが我々の目の前にいるというのは、もう我々ファンからするとですね、ナルバエスがこっちに来たと、日本に来たと、しかも井上の挑戦を受けると、すごい試合だと思います。本当にすごい歴史的な試合、この年末にありがとうございます。井上が初めて階級を上げたスーパーフライ級デビューは覚えてますか？ダウンされたことのない2階級制覇世界王者を30秒以内にダウンしました。しかもその倒し方は未だに信じられません。ガードごとスマッシュして相手を吹き飛ばしました。さあ、まずスピードということですが、ハイパンチのスピードを持ち上げました。今度は右ストレートに返し出ますね。力が入っています。力が入っています。そしてバンタム級デビュー戦でまた井上は目を疑うようなダウンシーンを見せました。自分よりずっと大きい世界王者を一発で倒しているこのパンチ、よく見ると実はクリーンヒットもしていなくて頭の上をかすってるだけなのです。頑丈な部分である頭の上をかするパンチでダウンされてしまう。正しいテクニックでブロックしても倒されると、これは勝ち目ないでしょう。ゲームのチートコードが使われるほど不公平なマッチです。もちろん格下の相手を選んでマッチメイクしていたらこのような勝ち方は理解できますけど、井上は大橋ジムとの契約書で強い相手と戦う、弱い相手と戦わないという条件を付帯していて、プロデビュー戦からいきなりフィリピンチャンピオンと戦っています。そしてプロ6戦目から現在まで世界タイトルマッチ17連勝を果たしていて、その中7人の世界王者と元世界王者を6ラウンド以内に KO しています。無敗なので弱点を探り出すのは難しいけど、この試合に関して井上が勝利するのかというよりも井上が12ラウンド以内にバトラーを倒せるのかという見どころがありまして、その内容で井上の弱点を見ていきましょう。プロ10戦目で井上は12ラウンド予定されている王座防衛戦に挑みました。井上の KO 勝ちが期待されている試合でしたが、2回に井上は右拳を負傷してしまい、頑張って左で戦い続けると8回に左拳も怪我してしまい、試合は判定に持ち込まれました。拳を怪我して相手を倒しきれなかったということです。そして実はこの試合前にも井上は右拳を痛めて手術をしています。